こと？こんなことのためにお金を使ったわけじゃないのに。何泣いてんだ美和子さん。高井戸さん、これっすよ、これ。何、メンズ誌？うわ、山崎じゃん。しかし、とんでもねえシャツ着てんな。っていうか、これがおしゃれ達人？マジで？そうなんすよ、実はこの服、仕事で浅草橋に行った時、とんでもなくいい感じの洋品店の前で美和子さんが見つけたんですけど。見て見て、うわ、すっごい柄、こりゃまたファッショナブルな。で、あまりのインパクトに美和子さんが山崎の誕生日プレゼントはこれにしようって言い出して、嫌がらせのつもりで渡したのに。美和子さん、どうです？あれ、あっさり着こなされちまってさ。なるほど、おまけにおしゃれ達人として雑誌に取り上げられて、山崎を貶めるつもりが逆に持ち上げてしまったと。あ、そうだ、明日中野に行くんだっけ。よーし。はい、山崎、これお土産、 T シャツなの、着てみて。ねえ、でも俺こないだも素敵なシャツもらったばっかりなのに。いいから着て着て。え、これ俺ちょっとなんかロボットの絵とかついてるし。何？え、いえ、ありがとうございます。あの魔人タイガー X のパチモン T シャツ着こなしてる。何事もなかったかのようにしっかりと。先、機材下ろしときますね。美和子さん、もう諦めた方が。なんだかんだ言ってもあいつスタイルだけはいいから、何着せても結構あっさり着こなしちゃいますよ。いやよ、売られた喧嘩は買わないと。よし、次の伊豆の出張で。ダメですね、もう目の色変わっちゃってますから。見てらっしゃいよ、山崎。ハクション。山崎、これ伊豆のお土産。美和子さん、乗ってる。山崎。美和子さん、また乗ってる。山崎。美和子さん、また乗ってる。もはや常連ですね。つか、専属モデルかよ。美和子さん、もう諦めた方が。そうだ、来週私と飲み屋、名古屋に出張よね。さ、飲み屋、早速寂れたいい感じの商店街探すわよ。あー、もう閉まってる。もう9時過ぎですからね。でも、明日は朝9時に現場入りで、夕方5時には新幹線で戻るから、やっぱ今のうちにブツが売ってそうな店の当たりだけでもつけとかないと。いやん、嬉しい。飲み屋どうしたの？なんで協力的に？早く片付けてくれって経理の金子さんに頼まれたんですよ。助けて飲み屋、税理士さんに怒られる。会社の名前の領収書でこんな謎の衣装代切られても落ちないってば。さ、行きますよ。でもほら、喧嘩だし。はいはい、さっさと探しちゃいましょう。ん？ノミヤ、どうしたの？美和子さん、あれ。え？これは？ダンディハウス？しかも、和田？店構えといい、このイラストのペンキの剥げ具合といい、完璧ですね。さすがノミヤ！これでこの勝負、勝ったも同然。それでは正式な見積もりは明日ファックスで。マリオ君とルイジ君にもよろしくちゃん。新幹線まであと3時間。それだけあれば十分。待ってなさいよ、ダンディハウス和田、そして山崎。これどうすか、ラメ入り船長風。いいわね、いくら？1万3000円。
高いんですよ、こういう服って。なんだかあっちのポロシャツなんか28,900円っすよ。ねえノミヤ、この虎の入ったやつの方が良くない？ジャガーです。つうかダメです。チャレンジするには高すぎます。でもやつに確実にとどめを刺すにはこのアニマル系の方が。28,900円っすよ。でもせっかく名古屋まで来たのに、こんな遠くじゃまた来たくても来れないよ。ああ、岩子さん落ち着いてください。だいたいそんな大枚はたいて似合っちゃったらどうすんですか。そうね大丈夫ですよ、このシャツでも十分ひどい有様ですから。そうよね。ああ、照れるな。大胆な柄っすね。もしもし、名古屋のダンディハウス和田さん、通販お願いしたいんですけど。似合ってるともさ。明日着で。宅配便です。きたー。そう、これよこれ。最初からこれにしとけばよかったのよ。いいのか野宮、俺なんか山崎が気の毒になってきたよ。いやもう気が済むまでやらせてやるしか。28,900円が。そんな。ただいま。美和子さん、美和子さん、しっかりして美和子さん。結局私たち山崎を貶めようとしたはずが、寄ってたかってやつをおしゃれチャンプに。美和子さん大丈夫ですか。冷たいタオルと取っ替えて。貧血ですかね。アイス食べたい。ピスタチオのですね、買ってありますよ。何でも言ってくださいね、ここにいますから。アイス。はいはい。実は服はほとんど会社の先輩が選んでくれたものなんです。高校は男子校、大学は理工系で男だらけ。おしゃれには本当疎くて、だから先輩にはすごく感謝してるんです。実はその先輩に片思い中で、早く一人前になって彼女にアタックしたいんで仕事頑張ります。ごめん山崎。すまん山崎、気づかなかったよ、これっぽっちも。これからは少しは力になるから。でもしばらくの間は。今度は大阪出張よ。はい。ま、面白い方に協力するってことで。なんですって？山崎に合コンのお誘いメールが？しかもおしゃれチャンプの時のファッション誌の編集女子たちから。いやでも合コンとかそういうの、彼や彼女とかが欲しい人が行くべきであって、誘ってもらったのは嬉しいですけど、でも俺今好きな人がいるんで。いつなの？あさって。急だわね。でも任せて山崎、おしゃれ番長たちには絶対に負けない、もう最高のやつを用意してあげるから。山崎諦めろ。美和子さんにお前を合コンに行かせたくないなんて気持ちはみじんもない。つうかむしろ行かせたがってる。場所は青山、メンバーは20代から30代の女子。ならば黒ね。細めの仕立てのいいシャツにスリムのパンツを用意して。なんかヤーさんっぽくないっすか、ホストっていうか。大丈夫、とっても素敵よ。でも確かにちょっと決めすぎだから、上着は色のあるもので少し崩しましょう。ほらちょっと珍しいグリーンでしょ。で締めはネクタイよ。上着のグリーンを引き立てて余りあるキラッと輝くレモンやろ。似合う、似合うわ山崎。あの美和子さん、これってなかなかよ、なかなか。私ってばスタイリストに転向もあり。さ、山崎は頑張ってるかしら。覗きに行くわよ。悪魔だな、悪魔ですね。今はこれで精一杯ですから。ポケットには
きますから。あなんでモテてる。姉さんもう諦めましょう。多分今のあいつならゴールドクロスを渡されても神々しく着こなしちゃいますよ。姉さんは一体山崎をどうしたいんですか。え、貶としめたい、そして指さして笑った後で慰めたいかな。で感謝されたい。山崎本当にいいのかこの人で。